ナラタケは、ハラタケ目キシメイジカナラタケ族に分類され、種として植物寄生菌として生活しているキノコ、ユーラシアと北、アメリカ、アフリカに分布する。以前は、ナラタケ族はナラタケモドキとナラタケの2種類にされていたが、最近は、顕微鏡的特徴や、生、科学的手法によってさらに多くの種に細かく分類されている。競技のナラタケは、春。 晩秋に、紅葉樹の枯れ木や生木から発生する。傘は、黄色で、まんじゅう型から、中か偏か平型。周辺に乗船があり、ささくれは少ない。日がはやや袖しでなし、若いものは白いが、成熟すると褐色。つばは膜質。肉は、白色で少し甘みや渋みがある。柄は、傘と同じ色で中身つばの上に乗船がある。この種は、 腰植物を分解吸収して生活するのみならず、生きている植物に対する寄生性、病原性も強い。奈良竹の寄生による病害は、奈良、竹病と呼ばれ、リンゴ、梨、桃、ぶどう、栗などの果樹、桜や奈良類などの肝と類、じゃがいも、人参などでの発生が報告されている。腰植物や生木の寄生部分で生活する。 菌子体はその部分だけで生活史を完了するのではなく、黒い木の根のような菌子束を形成して、これを地中に伸ばし、離れたところに存在する枯れ木や生木に接触すると、これにも新たに菌子を伸ばし、寄生する。一方、卵化の不正植物である土アケビや鬼のヤガラは、奈良竹の菌子束を地下茎や根に呼び込み、表層部の細胞内で消化吸収して、 栄養素を摂取している。比較的他のキノコやカビに弱く、地面が新しい場所を好んで繁殖する。特に夏のうちに崩落を起こした斜面や沢の倒木の根などに大量発生する場合もある。沢沿いに菌が流されるため、下流で見つかれば上流方向にも生えている確率が高い。根状禁止束や不休材は発酵する。しかし月夜竹や夜光竹と異なり小自体は、 発酵しない。発酵の詳しいメカニズムについては、まだ分かっていない。従来奈良竹と呼ばれた種は、数種に分かれた。北海道や下北地方では、ボリボリ、ボリという名称で呼ばれている。津軽地方では、サモだし南部地方では、かっこいい、岩手県中域ではボリめき。秋田県では、モダしと呼ばれ、地方によって様々な俗称がある。 地面から生えるものをサモダし朽木に生えるものを折り幹と呼ぶ場合もある。見た目はサモダシの傘が丸みを帯び、折り幹が平べったいが、どちらも同じ菌種で生える場所によって傘の形状が異なることも珍しくない。秋田県南部の一部では山や沢地に生えるものをサワボダシ、平地に生えるものをクネボダシと呼んでいる地域もある。中越地方では アマンダレの名で呼ばれる。鳥見山登録ではモタツの名でも呼ばれる。また、多摩地方ではササコという名で呼ばれている。奈良竹は天馬と共生することで、中国では天馬蜜寒菌、ガストロディアチューダー、ハリマスという名前である。優れた食菌として知られ、特に東日本では広く親しまれている。ただし、種や系統によっては生あるいは加熱しても、 消化不良などの中毒を起こすことがある。また、新鮮でないものも食べない方が良い。毒成分は不明。収穫したものは痛むのが早いので、生のまま塩漬けにするか、湯通しして水にさらしておく。塩漬けしたものは煮てから水にさらしておけば塩抜きできる。味噌汁や鍋、煮付けや南蛮漬けなどにして食されているキノコである。秋田県では缶詰も売られている。 中華料理の小鳥トンキノコでは、主な具材の一つとして、奈良竹を使用する。原木栽培や、菌床栽培で、人工栽培することができる。奈良竹の脳保護作用の解明について、静岡大学創造科学技術大学院教授、渡辺修二先生が、マウスにおける完全な拒絶の効果を測定し、奈良竹菌主体から、 脳保護作用を有する新規な化合物の管理を成功する研究の発表があった。オブチ T、コンド H、渡辺ヌエトール、アーマレリックアシッド A-new アンティバイオティックプロデューストバイアーミーラリアメ a Media, Planta Med, 1990A プリル56、198から201、奈良竹の抗菌作用を注目し、第、アーマレリックアシッド エーニューアンティバイオティックプロデューストバイアーミーラリア、メディアの研究の学者もいる。デューティー・ピーラ話題、アーマラリジン、エーハニーメディシナルマッシュルーム、アーミーラリアメディアコンポーネント、インヒビッツディフェレンシエーション、アンドアクティベーションオブヒューマンマクロフェリジズの論文で、ナラタケは、潜在的に、炎症性疾患のための生物学的、応答修飾剤として開発されなければなりませんと、示唆した。 奈良竹禁止松明は、椎骨動脈機能を改善する効果があり、臨床上椎骨脳底動脈循環不全ビビーの、強血不足を改善する。奈良竹分離系統の不正力と規制力の、比較日本林学会誌、Journal of the Japanese Forestry Society 46。 ピアニッシモ、111から112,964万325日本森林学会奈良竹属の木のこと巨長。ありがとうございます。